はい。皆さん、こんにちは。元気な、あじです。今日は4月の7日、日曜日。時刻の方は19時50分です。よいしょ。ピューピュー。はい。そんなわけでね、えー、っと、ユミレジ S3 Pro。ね。えー、っと、Wi-Fi。AC の5ギガ体のお話になります。えー、っとね。 まず最初に結論から言います。結論から言います。えー、っと、昨日ね、佐々木良介さんが、あのー、56人ね、固定だよってことで、あの、ダブル56。で、違っ間違ったんだよね。それで、それがさ、あのー、 ダブル53だったんだね、56に指定するとね。で、あの指定にすると安定してたんだよね。で、その後あの100から140、ね、140にあの指定しないと、ダブル56にならないよということで,で、140とかその下とかやったけど、跳ねられたんで、ダブル56できないなと思ったんだよ。で改めてあの どこまでいけるのかなと思って、それでね、あの、試してみたんだよ。そしたら、えっ、ー、とね、128から OK。100、あの、ここからだから100まで OK なんだよね。140から130いくつとかね、あの、あるでしょ点々と。で、128までは、あの、蹴られる。設定がね。 それで、あのエラーが出てくるんだね。あの指定できませんってって。で、128からあの下が指定できるっていうことで、まあ、当然これあの W56 を使ってるってことだよね。結局ね。で、今あの W56、要はこれ128をピンポイントで指定した状態で、それで今ずっと様子見てるんだけど、 あの安定してる実に安定してるめちゃめちゃ安定してるこれねであの昨日ね結局 W56 にできないっつって一回跳ねられたんだけどね跳ねられたとか100いかないと思ったんだけどねやってもねだめだっつってで自動にしてあの5ギガつないでたんだけどやっぱりねあの自動にするとやっぱり2.4になっててあの5ギガ消えてたんだよね でおやーと思って、うん謎だよねこれねそれでまたピンポイントで指定すると安定している、うん、もう落ちないよこれ何なんだろうねだから自動あのニューロ光の方の設定だのこれあのこっち側のつかみはいいんだけど F660A の方のなんか何かじゃないの多分だって できるできないって判断して蹴ってるのは ONU の方だからね。らこっちじゃないような気がするんだよ。で、今一回落としてみた。落とした。んで、またもう一回起動する。で、電波を見てみる。うん、安定してるもんね。5ギガでちゃんとつながってる。落ちることがないので。 これはおそらく F660A の方じゃないかなよいしょね事自己中でしょ、うん、はい、えー、こんな感じでねあ今あんま速度出ないねうんと これ録画開始する前だと200いくつと300いくつだったんだよこれねちょっと今落ちたねうん184の293 これ、あれかな ?56、53、52によって速度変わるとかないそれあるのかなまあ、微妙な差だけどね。こんだけ誤差だけどね。うん、で、えー、っと、ちゃんと、これね、えー、っと、詳細をちょっと見てみましょう。うん、と。 えとちゃんとリンク速度がね、433Mbps でリンク速度になっているので、間違いなくね、AC でつながっています。で、これがね、えっとね、これかな。うんと。よいしょとね。はい、えっと、これ無線の規格なんだけどね、リンク速度だよね、これね、リンク速度。で、 N でつながっていたらあの通信速度は最大 300Mbps なので433は出ないんだよね。で明らかにこれ以上のこの ACAC、ね、AC でつながってるから433でつながってるよっていうことだよね。 で、この通信速度は最大 6.9GBps まで対応してるんだけど、でもこの S3 Pro の方がね、そこまで対応してないっていうことで、リンク速度が433であるということになるようです。ね。はい。そんなわけでね、あの、今までのあれは何だったんだよっていうぐらいね、あのめちゃめちゃ安定してる、すごく。うん。これね、 どうなんだろうなぁ。ねこっちの方はあの度安定してるから設定を変えたのは F660A の方なんでねだこの電波の近みは悪くないよこれ。 だからね、この S3 プロ側の問題じゃなくて、F660A 側の方の問題じゃないかなって、おじいは思うけどね。えっ、ー、とね、A3 プロの方はね、リンク速度は確か遅いね。70あしまった。充電、充電切らしちゃった。75メガぐらいだったね、確かね。よしおお、バッテリーなくなってしまったか。 いろいろやってるとね A3 は,、あのーねうんね、は結構なくなるねよいしょっとね A3 は結構なくなるうんなんか毎日充電してるなんかあれこれやってるとなくなっちゃうのかなそんなに消費する使い方してないと思うんだけどね、うん まあでも、おじいが持ってるあの iPhone5 に比べたらね <laughs>、全然持ちいいけどね <laughs>、iPhone5 じゃ、もう、ほんの数時間しか持たないから、すぐなくなっちゃうからね、もうバッテリーが全然ダメダメ、うん。はい、そんなわけでね、えー、っと、佐々木さん、いろいろね、うん、あの情報くれてありがとうございます、ほんと。なんとかね、あの今、度安定してるんでね、 F660A の設定をあの5ギガを自動にすることによってどうも不安定でピンポイントで指定することによってあの度安定ということが判明しています2.4ギガはあの全然自動で大丈夫だったんだけど一応、ね、あの N オンリーにしてるけどねバンドは自動にしてるけどね まあバンドは固定にしたくてもなんかねあちこちのなんか飛んでくるのをねたまにかぶる場合があるからねだから自動で逃げた方がいいかなと思ってうん一応自動にしてやるまあ固定にしててもだってあれでしょあえてどうなの ?2.4 ギガはあのこれもう状況がさどん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 いろんなものが入れ替わり立ち替わり出たり入ったり出たり入ったりしてるじゃん でそれがどこのバンドを使ってるかなんてさ、わかんないし、相手もオートかもしれないし、固定かもしれないし、であれおじいもさ、よくバンドをよく固定してたんだよね。なんだっけ ?14 だか、13だか14だか、えっと、なんか一番最後の1個があるのとないのとあるんだよね。だから、一番あの新しいのだと、13だか14だかあの、それがないのが結構古いの多いから、新しいのにしとくと、 あかぶりにくいのかもしれないけどね、うん、まあおじいもこれあの番号いくしか忘れちゃったからさ、うん、えっとねちょっと待てよこれがさと、うん このね、無線チャンネルがさ、今、おじ 11N オンリーにしてるけど、これがさ、えっ、ー、と、無線チャンネルが、そうそう、13番まであるのかな。で、この13番が、あの、選べないやつがあるんだよね。うん。これ実際ね。で、あの、12。ね、だいたいこの中でこう選んでたかな。前はさ、よくあの、なっけ、今どこを使ってるのか。なんだっけ、 w i f i ライザーだか、なんだっけ、なんかでさあの、1チャンネルから13チャンネルまで、どれぐらい使われてかっていうのを、なんかこう見ることができて、で、それでね、よく逃げてたような気がするんだよ、昔は。えっ、ー、と、V580 の頃に入れてたんだよな、iPhone と。まだ入ってるかな。うん。 え、LTE 多用のファーウェイ、えー、7型タブレット、未使用品が9980円だって。SIM フリーのタブレットを激安でゲットできる、アキ11枚、1日前アスキーだって。どうせ、あれでしょうメモリー1ギガか2ギガしかないでしょうそんな、で、タブレットっていうから画面大きいでしょで、あの、しょぼいよね、絶対ね、CPU とかね。遅いやつだね、もっさりするやつだね。えーとね、 あないかな。あごめん、ないや。V580 に入ってなかった。ね入ってなかった。いや、ちょっと残念だったな。うん。あれ スピードチェック、あ、入ってた、入ってた。はい、最後にね、久々の V580。ね、はい、えー、っと、2.4ギガ。どれぐらい出るかなおーあ、それでも頑張ってるね。あの、匂いの光になったら、すごい頑張るようになったね。 安定性がいいのかなのお n u うのおすげえ出るじゃんうわ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 ,わすげえ出るじゃんダウンロードが50のアップロードが39.3だってあれかなあの絵の固定にしたのが良かったんかなね出るね結構ねヒュー 嬉しくなっちゃうね。よいしょ。はい、そんなわけでね、えー、と今回の情報はここまで。これはね、どっちかというと、弓デジ S3 プロの情報というより、F660A 側の方の問題だね、これはね。だ、ニューロ光で F660A を使っている方で、あの端末が AC 多用のやつを持っている方がいたら、 自動の場合と、あの、ピンポイントで指定した場合、どっちの方が安定するかね。これ、ちょっと調べてみると、また意外な結果が出るかもしんないね。あ、でも待てよ。待てよ。そんなことないな。iPad。iPad はずっと5ギガ拾ったままだからね。あの、そうだね。やっぱり S3 Pro の問題かな。 でもこれ説明のしようがないよね、うん。まあ一応ちょっと報告はしとくけどもね。説明のしようがないんだよ。あの、どうやって説明したらいいのかわからない。電波がつかめないわけでもない。安定性が悪いよっていうだけでいいの。安定性を良くしてって言えばいいのかな。ね。うん。 はい。まあいいや。そんなわけで、この話題は、ここまで。ね。参考になる方、いるかいないかわかんないけど、まあ一応、おじいがね、プロトタイプをいじってみて、こんな経験したよっていうのを一応、足跡で残しておきたいと思います。まあ、だけで、おじいでした。またねバイバイうん。